どうもどうも、日暮らしの松です。今回はクワガタ捕りにね、夜の森に来たんですけど、いきなりね、行く手を阻むクモちゃんがいましたね。思いっきり引っかかっちゃいましたよ。まあでもね、あの巣を壊すことなく、良かったです。どうしようかな。よし、抜けれたライトつけてなかったら分かんなかったですね。いやー、今日は5月の、下旬っていうことで、一応緊急事態宣言も、解除されています。ですが、一応ね、外出ということなので、マスクの着用はしております。で、一人で採集しているんで、ほとんどの確率で、コロナに対しての、予防というのはしていると、考えています。今回はね、自分今年から、クワガタ採集、カブトムシ採集っていうのにもちょっと力を入れていきたいなっていうふうに考えているんで、それのね、第一発目ということで、地元のポイントに来ました。いるかな。一応気温は、昨日とかの、17度とかよりは全然高く、だいたい20度ぐらいは、ある日になっています。さあ、着きました。お、いるじゃん、いるじゃん。ゴキブリじゃないよね。ちょっと撮りましょう。ここいますよ。これ結構でかい、いいサイズじゃないですか。よいしょ、取れました。ほら、まあまあなサイズのコクワガタ。いや、いるんだな、ちゃんと。いや、今年初ですよ。まあコクワガタね、一応レギュラー3種のうちの1匹なんですけど、良かったです。どうしよっかな。ちょっとノギス忘れちゃったんで、ちょっとね、 iPhone の測定器で測ります。こちらの個体ね、40ミリぐらいでした。ちょっとね、 iPhone のやつが、微妙なんで、多分38とかかな。この辺40取れないんで、多分でも結構大きいサイズで、良かったです。コクワガタはね、特に持ち帰る予定とかもないんで、逃がしておきます。よっ、かっこいいね。いや、出だし好調でしたね。なサイズのコクワガタ。ここのポイントね、前の年も話していたんですけどね、ツタに覆われちゃってて、ちょっと探すのが困難な場所になっちゃったんですよね。うわ、毛虫。ちょっと閲覧注意なんですけど、毛虫ちゃんいますね。なんかいるんだろうけど、よいしょ、どうだろう。ちょっとね、カブトムシの死骸ですよね。一瞬ノコギリかと思っちゃいました、色的に。なんかポトって落としたんだけどな。なんか見つけられるまでカットで。あれね、木の幹に見えてんの、これゴキブリかと思ったらね、コクワガタでした。特に樹液とかは出てるわけじゃないんですけど、やっぱ活動してるな。すげえモチベーションが上がってきました。ちょっと画質悪くて申し訳ないんですけど、引き続きね、もうこのポイントは木が終わったんで、別の場所移動します。2箇所目のポイント来ました。ここね、すごいね、クヌギの木は
少なくてしかも細いんですけど、いつもクワガタを見つけられる実績のあるポイントですね。ちょっとガガンボがすげえやってくる。いるんじゃねあれ。あ、ちょ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 、あ、いた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 。よいしょ。ちょっとごめんなさい、カメラめっちゃずれてたけど撮れました。うん、なかなかさっきの個体より全然ちっちゃいけど赤みがかってて結構綺麗な個体なんで、新生虫かな、今年出てきた個体な気がします。うん、すごいレッドアイに見えるけどこれは普通に反射してるだけっすね。続いてこちらの木になるんですが、確かねこちらの木が以前、去年クワガタ採集した時に記念すべき1匹目を捕まえた場所なんですけど、すごいでかくなってるなこの木が。特に落ちてきませんね。ちょっと本当に毛虫が怖いな。あとなんか木が切られたっぽいな。なんだっけあれ、なんかのカエルの卵、これカエルの卵をわらじ虫が食べてますね。でここの木はいないかな。特にいないですね。でここにね3本木が並んでるんですけど、去年はねすごい樹液が出てる場所だったんですけど、今年はどうですかね。ここからね出てたんですけど、うわめっちゃムカデかと思ったこれめっちゃムカデに見えません？違いましたけど、意外と、あいた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 、ペアペアペア、やっぱ光わかるのかな。逃げちゃいますね。まあ、ちょっとねいいところ申し訳ないんですけど、デート中。さっきの個体よりは、1匹目よりは小さいけど、クワガタにしては大型個体になりますね。いや樹液に集まるクワガタ取ることができてよかったですね。やっぱもう活動してるんだな。で、今年初1匹目のコクワのメス、って感じかな。でここがちょっとね最後の木になってしまうんですけど、ゴキちゃんがいましたね。あれはあの足の速さはゴキちゃんですね。特にはいないかな。あ、え、でかくね、でかくね、ちょっと待って、めっちゃでかいコクワいますよ。ちょっと待って、ちょっとカメラ一旦切って、あの頑張って撮ります。これめちゃめちゃでかくないですか。なんかねあの場所ね樹液出てたっぽくて、他にもコクワガタがあと3匹いて、1匹には逃げられてしまったんですけど、まあチビコクワと、あ、チビオスとチビメスがいました。でこれね、これちょっとでかすぎないかな。これだ、この個体だけ家に持って帰ろうかなって思うんですけど、ちょっと年季入ってそうですよねこの個体は。結構傷が多いです。え、結
構でかい気がするんですけど、これよし、まあ他の2匹は逃がしておきます。ふっ、はい、帰宅してきました。なんだかんだね1時間ぐらい森の中さまよってて、結局最後のね行ったポイントからまあ、グッサンさんがねよく行っている畑の横のポイントまで行ったんですけど、何も成果を上げられず、動画もねそこでもうカットということになりました。ですごいね靴下がこんな汚れちゃって、なんで俺白靴下なのにクロックスって行ったのかなっていうのがね本当に心残りなんですけど、今回はねまあそう最後こそあまりいい結果を得られませんでしたが、この巨大コクワ結構でかいと思うんですよ。ちょっと測るの怖いんですけど、まあ、こちらのねちょっと原始的なノギス100円ノギスで測っていきたいと思います。ここですね。マジか。はい、こちら 48.5mm、 まあ 8.2mm ぐらいかな、 48mm でした。うわー、あと 2mm で 50mm いったのに。いや、自分のこの住んでる地域で 50mm を出したら多分ねグッサンさんから褒めてもらえるかな。ノコギリの 70mm と 70mm 以上、もしくはコクワガタの 50mm 以上、あとはカブトムシの80以上は自分の住んでる地域で出したらもうヒーローになれるんですよ。それにあと 2mm、届かずって感じでしたね。まあでも最初の、今年初の、クワガタ採集ではまあいい、ね、成果を残すことができたのかなと考えております。ちっちゃめの平田ぐらいですよね大きさ。まあ今年はちょっとコロナの関係でね、まあ、大人数での採集っていうのが、まあ、厳しい状態でした。まあ、しかし、緊急事態宣言も解除されたことでまあ大丈夫になってくるんですかね、これからちょっとわからないんですけど、今年は、まあ、クワガタ採集についても、動画の投稿頻度というものを上げていければと、考えております。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。